お疲れ様です。今日はですね、こちら公開でペッカジャイやっていきます。さあ今ですね、ジャイアントが話題です。強いです。はい、ということでジャイアントのメタとして、まあペッカデッキも流行っているんですけど、こういったねペッカジャイアントっていうデッキも本当世界上位で使われてます。まあ、なのでちょっとそのペッカジャイアントを高回転で出せば、まあ、強いんじゃねえかと言ったところで、まあ、1コスも入れまして、リポンも入れまして、高回転ペッカジャイ進化ボンネ、はい、やっていこうかなと思います。よいしょ、ライドラとかは嫌だね。で、まあ、基本的にはエリポン置きます。エリポン置くしか最近してない気がするんですけど、まあ、そんぐらいエリポンって強いんでね今。で、対空はフェニックスがいれば全てが止まります。はい、簡単な話ね。フェニックスが最強と。で、ロケット奉仕は、まあ、難しいですよね。で、適当に進化を回して、エリポン来ます。よいしょ。相手はバルーンね。はい、デッキが分かりましたと。で、なんか、フェニックスのどこが強いんですかとかたまに聞かれるんですけど、まあ、4コスで、空に対して全てに戦える。かつ、陸も攻撃できる。かつ火力もある。で、攻撃スピードも速いので、単体系にも小物系にも何にでも戦える。逆に弱点を教えてほしいぐらいね。で、足も遅いから、あの足が遅いって結構いいことで。クララだとね、クララだと足遅いって結構いいんですよね。後ろからユニット出せると、それこそね、まあ飛んでるんで、スパーキーとかの防衛にも後ろから合わせて戦えたりとかもするんで、クラロワって足遅いユニット強いんですよね。でもフェニックスはね、もう最近ドハマり中ですね。フェニしか使ってない。で、エリポン置いて適当に回して、で、ザップも打ってエリポン置いて、いやフェニでいっか。フェニでエリポンはね、置くか悩むんですけど、置いちゃいます。勇敢なレリポンで、ここはなんか削れそう。ボンボン熱い、熱すぎる。そのロケ砲やってくれんので、フェニックスしかも起き上がれます。一回卵でアイスピで止めれる。いや、これやばいっしょ。もうフェニの強さが分かる動画。ペッカはもうお休みか。この試合に関してはお休みではある。さあ、もう後半は高回転ジャイペッカ出しまくって、さあ回転早いので進化ザップも回るし、ボンバーでなんなら得るしみたいなね。さあ、まあペッカじゃなくても多分強いんですけど、もう高回転で進化ボンバーザップを正直出せるだけで強いよね。まあ、あとフェニックスか。最近もうこの辺しかいないんでね、使われてない。ジエンド。よろしく。はい、もう、開幕で進化回します。ほんと、今のクララで一番重要です。進化を回します。はい。進化カードを積極的に出す。でもこれは、守れない。普通はね。うん。なので、まあ、逆ちょっと組みながらいきます。で、ユニットによっては変に出すし、ユニットによってはもう無視だし、みたいな。うん、これはもう無視ですよね。守れないんで。守らず行って、守らず行きまして、一応ザップがね、存在はしてはいる。で、これはね、頑張ってほしい、たまに。タワーに頑張ってもらって痛いな、結構いいよ。いやー、キングはね削られすぎなんだよね。いや、マジでお互いに守れない。破壊試合1700か。1700はだいぶね怪しいか。もうお互い防衛なんて知らねえ顔してる。単品でバルーンとか来たら嬉しいなぁ。え？マジ来た。
さすがにこれは止まる。爆破が入るぐらいはもう好きにして。よしよしよし。しかもエリポン1個受けたんすよ。で俺は1400を守って勝つプランが一応ある。大体今インドが使ったんで、まあ、行ってもいいな。フェニックス最強なんでね、守んだけど。フェニックス最強で、もう攻めちゃう、守れないんで。で縦線、いやボンバー熱い。でラバーのパピーを受ける。いやマジボンバー強すぎる、やばすぎ、危ない。マジ空はフェニーしかいないんで、まあ、エリポンいっぱい送れば強いんですけど、序盤から組まれるとちょっと苦しいが、まあ、そんなの関係ないよね。こっちも行っちゃえばいいかん、ね、守れないときは相手が攻めでコスト使ってるってことなんで、はい、進化回してモーターサイクル迫撃か、まあ、一体リポンクトックからクララは始まります。ラバー流行ってんな。ジャイペッカメタなんかな。いやーこの流れはね結構怪しいんだよな。さっきとは違うパターン。守るパターン。ジャイいけないかな。いや今のジャイいけたらもう天国ではあったっすよね。相棒生まれるんじゃね。一応生まれはした。でこの状況は正直圧倒的リードと言っても過言ではないです。なぜならエリクサーポンプを受けてます。はい、1500ダメージ受けようが2000ダメージ受けようが、まあ、なんならタワー1本乗れるようがエリポン受けてるんで俺安心してください。でもこれ逆組んで、まあ、なんだ右捨ててもいい。うん、左まずぶっ破するとこからね、一本降りたいかんね俺は。いやこれフェニックス先行しそうで嫌だな。先行しそうなんでペッカ一丁先行させないよ。進化ザッパーの子でアイスピトンだ、撃っとくか。あのボンボ嫌だな、すげえ。でこのバルーンはタワーが勝手に攻撃してくれるんで、この後俺がすることはもう一本狙うこと。よいしょ。こんぐらいの審判具合が結構重要。いやこのね殴り合いを制したい。いやマジで痛え。痛すぎはする。エリポン使ったな、このフェニーもったいない。エリポンでファイブ使ったんで、まあ行ってもいい。いや、高回転なめんなよ。あ、方向回転だからこっちは。でも、いや、これ許されたな。ギリ。回んない。マジでギリ回んないよこれ。ファイブ回ったら終わりだもんな。やめて、祈りお願い、回んないで。オープンオープン、怖すぎるやつ。ラバ多いのはねちょっとだるいな。ちょっとだるいが、お互いガン無視戦争を制してはいる。さあスケラーだったら、まあスケラー、スケラもまあちまちまはいる。さあ進化をまずは回す。はい、ボンバーネクスト進化、ザップ打つ。メガゴはまたラバっぽいね、あんちゃん。さすがに、あーオッケーオッケーオッケー。さあエリポン置いて、スケラなんですね。まあ痛いね、だいぶ痛かったね正直。でもフリーズだったんでエリポンが置けることが分かったんで悪くない。でフェニックスもったいないんでこいつだけ行って、まあ、このままフェニーで回収できるんで
ハシマヤペッカとか言っちゃってもいい、正直これ。フェニックス戻れ。オッケーオッケー。いや、めっちゃいい。それ。これきついぞ。ババも冴えた。まあ、俺はおとなしく、エリポンか。ここはまあ、無理なサイクルっすよね。フェニガル。いや、いいね。まあ、ファルチェ。いたし、ちょっとめんどいが、もう行っちゃって、これもう、繰り返しね。ババ、こんにちは。ババが来ない。ボーリ、ボーリだっていいか。フェニックスは結構ありそう。進化ザップ打ってもいい。いや、でもこれ、絶対コスト苦しいんですよ。エリポン来ます。マジでね、エリポンキッズ。ここまでリポン置くやつおんのかよっていうレベルで置きます。で、ペッカ出して、これ両サイかな？片サイだけだと、ファルチェトルネフリーズで全部っぽいからそうなんで。よし。まあ、いっぱいいたな、ババも。マスケラを防衛で使ったんで、リポンか。まあ、ゆっくりね、俺は。マジ、ゆっくりじわじわ、時間をかけて戦いたい。ババがいいな。で、これは絶対苦しいんで、もう俺もか。攻めてあげて、8つ、アイスピも攻めて使っちゃう。で、ボンバーも攻めて使って、角度で適当に耐えて。絶対苦しいね。なんかいっぱいおるよ。俺オッケー。普通は突破できないが、エリポン置いたことによってなんとかなっちゃうよ。鉄壁だもんな。待ってこっちね。さあ、こんなヘボそうなデッキでもエリポン置いて進化ボンバーと進化ザップがあればなんとかなっちゃうっていう。よいしょ。進化を軸にね、戦っていくのが今のクラロワではある。さあ、まあ、ジャイもあるし、ゴブリンドリルもあるな、この感じはね。ナイトリト、ペッカや。ナイトペッカや。さあ、じゃあ、ペッカ行こうかな、つって。しかもこれ、ペッカ対決するときに、スケを挟んであげたら、俺のペッカが一方的にね、相手のペッカをやっつけられるんで。で、リトプリサイダーとしては、フェニも強いぞ。おー、ハルチ。アイスピまだあるじゃん。これだけで強くね。で、ペッカデッキって、ペッカの受け意外ときついから、これで、苦しめ。他何もいらない。エリポン受けてるんでね。しかも後半はダガン寝るんで、熱。ペッカ出しようか。まあ、自陣で受けた方がやっぱ有利になっちゃうんでね。まあ、相手のペッカにはボンバーで射抜くことができる。フェニをどっちのサイドに出すか悩みはしたが、ね、これね、めっちゃ良かったりしない？進化ボンバーザップで仕留めて、ここでこっちに行っちゃう。こっちに行っちゃったりして、フェニックスとか追加しちゃったりして、よいしょ、アイスピまで行っちゃうかな。てか右側のペッカ入ってるわ。よいしょ。で、ボンバーまで行っちゃったりして、苦しいんじゃないこれ、さあ。もうペッカが強えやん。普通にペッカだけで倒れる世界。よいしょ。いや、でここでリボンクラーはさすがにヤンキーすぎな気もするんで、一旦ね、スキラっぽいよな。いやー、いや、スキラっぽさはある。
いや、ここでしばけたらいいが、もう一発、やばすぎる。こうするとフェニーが無双できる。ボンバーだけ攻撃受けなければ、お、これでかい。適当に耐えれる。ペッカバルンだよ。やばい、進化ザップ壊れ、ボンバーですら壊れ。もうこっちに来てもらおうや。で、この角度で、あ、リトブリどっか行った。かわいそう。てか、ボンバー強すぎる。どういうこと？さあ、ジャイで攻めて。マジかよ。いやもうね、そう、ダガーに対してやっぱ交代力ユニットが強いんですよね。だから単純に今、ジャイアントね。ジャイアント、ペッカ、ゴーレム、エレクトロジャイアント、みたいな。まあ、巨大スケルトンとか。まあ、あとは結構レアなところで行くと、アイスゴーレムだとかね。高体力ユニットも出しとくだけで、相手のダガーガールがね、もうすぐ燃料切れになるんで。いや、ほんとなんかもうぶっぱしたもん勝ちみたいな。それに勝つのがゴブリンドリルぐらいしかね、今いないんでね。はい、ありがとうございます。進化が回って、リポンも受けます。天国手札。はい。最高の手札ではある。おー、これはね、やばいよね。なあ、フェニーでもよかったが、まあ、ペッカでもいい。よし。さあ、ジャイ多いんでね。このガーディアンは、早いね。いいリトプリやな。そこでペッカを溶かす。まあでも、ここ、いや、強っ。それさ、相手やりすぎた説ない？いや、ペッカおんのかい。やばすぎる。もうそういうことよね。自分だけじゃなかった。ジャイペッカは。うん。相手もね。相手もジャイペッカなんですよね。面白い話。これね、意外ともいいカウンターの形あると思うんだよな。ジャイまで行きたいが、難しいか。うわー、いいジャイすぎる。いいジャイすぎやすんな、相手。いや、ジャイペッカ対決か。まあ、リポン置くのが大事な気がすんな。あと、進化ボンバーを阻止できるかな。あ、真似しちゃおうぜ。いや、なんか強えな。シンクザップもったいなかったな。いつまでリポン組んですか。俺が一番持ってるよ。進化ザップあるときにね、戦いに行きたい。対面だとこれ勝てないんで。おや、おや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 
いやー危なかったな。エリポン頑張っておいたからよかったな。いや普通に J.Becca がいる環境っていうのもねやばいよね。ベッカが強いんだよね今。そうペッカ、ジャイをメタルなんでペッカではあるが、結局そのペッカにジャイが勝ててしまうのもない。まあよくあるじゃよくあるんで難しいですけど、もうジャイペッカ、まあジャイペッカ、ペッカ使っとけば結構勝ちやすい環境だとは思います。いやなめな、まあ進化を回すとこからですから。パテッタパタタパタタ、あーもう近いよね。しかも柳だったんで何なんだろうね。あエリポンジャイか、エリポンジャイアントの方じゃないですかこれは。いやー めちゃめちゃエリポンジャイだこれ。ペック出してもいいな、なんとなくリトプリを抑えたら相手ペッカを溶かすのがちょっと大変な気がするんだよね。やだな強すぎる。で、まあ、1個だけ行ってみるか。つえー、まあ、リトプリのリセットないんで余裕で止まっちゃうかな。まあエリポン食うの大事だと思うんだよ。エリポンきつすぎる。まあヤナメは一応ある。まあ、フェニーもある。いやじゃあ行っちゃってもいいなこれ。で進化ザップで削ってあとは守るだけみたいな。いやフェニーが死んだら良くはない。やばいこれ。いやま止まればいいだろう。いやーペッカ強え。いやでもあんまいい流れじゃねえな。進化ボンが怖いな俺。進化ボン警戒でも早めに俺もボンバー出しちゃう。いけでっかその一発。いやもうお互いエリポン置くだけ、エリポン置いとるだけ。どんな環境ですかこれは。進化ザップ回すか。でもフェニーが強いんでね、フェニーいっぱいを出すのも大事。いやマジでやばすぎる、やってることお互い。まあ、だからそういう環境。いやこれはねちょっと熱い。アイスピが飛べる。いやこれ止まんないんじゃね。いやでジャイがちょっと入るんであと守ればいい一旦。もう一回エリポンいっちゃう。やっぱクロロワってこんぐらいうざい戦い方が強いよな。負け筋はもうボンバーがいっぱい殴る。フェニーがあんま負けると良くはないんですよね。いやフェニックス最強なんで。進化ザッパル、ボンバーマル。いや素敵な防衛で、これでもう一回一個落ち着いて。ペッカある。いやなんかリトプリが残ってるのが渋いな。いやミスったが、それがいいみたいなのがある。
やべ、負けたかも。やべ、ザップそっちじゃねえかったか。一発あぶねー、あぶねー、シンクザップ間違った気もしたが、えぐ、普通にエリポンジャイか、強いやな。ペッカいてもさ、こんだけ押されるもんな。ペッカ俺から有利なはずではあるんですけど、こんなにいかれちゃうぐらいね、マジで強いんだよね、ジャイアント。メタってこれですからね。さあ行きましょう、よろしく。お、楽しそうな子が来たね。リトプリ初敵か、やだな。何でも可能性あるんでね。おお、まあ暇してはいるな。リトプリババか、あんまないで。まあ適当でよくて、まあここはあのエリポンを置きたいだけなんでね、お互い。いや行ってよかったな、これエリポンぐらいか。今ジャイで行ったらライドラーぐらい出せたか。さあエリポンゴレのカマチョと、いやババいたのちょっとめんどいね。合わせるんですけど、これライドラに勝てないんですよね。で逆サイズジャイで攻めてもババがいるという感じよね。まあ環境で結構使われてるゴーレムって感じ。あれしばけなかったの痛えな。まあこのババ、ここのペッカに何を相手が使ってくれるかなんですけど。お、いやもう一発入るぞ。なんだろ、おい、おいしい。寝ぼけてんな相手。いや守れるんすかね、守れない気はするんすけど、まあ守んなきゃ負けるんで。逆サイってもババあるんでね、これは。進化ザップで頑張るしかないんですけど。進化ザップで頑張るしかない。あとはボンバーね。はい。ありがとう。ありがとう。いや、もうこうなればね、だいぶいい。はず。最後左も見えてきた。で俺はエリポン来ます。はい、余裕あるんでね。もう対ゴレはね、でもマルチで当たりすぎたんで、だいぶ慣れたマッチングではあるか。これね、まあババいるんですけど、進化ボーンあるんで俺。来ねえのか。でも高めに直ったらさ、ジャイ殴っちゃうよ。おやおや、グッドゲーム。さあ、いやもうゴーレムもね、ペッカで勝てちゃうんだよね、楽に。ありがとう。ごめんね、こんなデッキで。まあ環境をただ目立っただけのジャイペッカ高回転ですね。フェニー嬉しいな、フェニー最強なんだよね。さあというわけで最後に宝箱引いて、いや待って、ウルトラ初めて出た、しかもサブ赤や、やばま、こんなぬるっと人生初ウルトラ来ました。いや嬉しいが嬉しいが嬉しいが、まあまあまあワイルドカードの方が欲しかったな。まあジャイペッカね、はい、超強いんで、まあこの方じゃなくても流行ってるのはこっちのジャイペッカですね。はい、皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録もお疲れ様でした。お疲れ様でした。またね。